新型コロナウイルスについて県内では感染が抑えられていることなどから県は明日からイベント実施の基準を緩和することを決めました。県内では先月19日以降新型コロナウイルスについて新たな感染は確認されておらず昨日一人が退院し入院者もゼロとなりました。こうした状況を踏まえ県は今日の対策本部会議で 明日から31日まで、これまで1000人としていたイベント実施の基準を5000人まで緩和することを決めました。緩和にあたり、内堀知事は、主催者に対し、参加者の名簿を作ることや接触確認アプリの利用を促すなど、感染拡大を防ぐための協力を求めました。また、8月以降は感染状況などを踏まえて、改めて基準を検討するということです。 一方できょう東京都で過去最多となる224人の感染が確認されたことについて県立医大の金光圭司教授は福島では第2波に備える必要があるがそれほど猶予がないように思うとの認識を示し内堀知事は県外への移動についてより一層の慎重な行動をするよう求めました。